メージングデジタルサーカス3は男と楽しむみんなの反応集。アメージングデジタルサーカスエピソード3ネトフリにも来てるよ。ついさっき来たばかりじゃないか。なんかしんみりとした話だった。ポムにと組ませてキャラ掘り下げる話をやっていくのかな。キンガーお前そんな感じなのかよ。イカレおじさんかと思ってたキンガーが一気に趣あるキャラになったな。キンガーは息を止めると光る。少女はギャグなのにシーンのせいでめっちゃかっこよかった。序盤で最初は格好ウケみたいな気持ちで見てたのに、実際暗闇の中で光るキンガー見たら、救済の光、嵐の夜の灯台、この世界唯一の灯火、僕らが帰る場所みたいな気持ちになった。ポムにもずっとこんなところにいたら最後はキンガーみたいになるよ。妻がバグったのに自分もバグらずにちょっと正気を失うレベルで済んでるのがすげえよキンガー。今回ライティングというかシェーディングが綺麗だな。キンガーおじさんが実は知的なかっこいいキャラだった。まあ次から変なおじさんに戻るんだが、キンガー夢女子発生しそうな回だったな。キンガーちょっとかっこよすぎる。見終わった。辛い。暗いところで正気に戻るっていうのも辛い思いで、病院で出し続けてるとあんま良くなさそうだよな。キンガーは剣棒って形で防衛手段を得てしまったんだな。専門知識もあるちゃんとした大人でも壊れてしまったのを知ると NPC とおままごとしながら耐えてるラガサの限界ぶりが本当に不安になってくる。今回ズーブルに関してもちょっと掘り下げられてたな。カウンセリングのシーン見てて思ったけど、ケインも実は元は人間で今は頭おかしくなってるだけだったりするんだろうか。ジャックスもわがままなガキムーブしてるけどかなり限界だよねあれ。社に構えることで正気を保ってるやつだからな。でも誰からも求められないことが一番最悪って言われた以上、絶対とんでもない曇らせが待ってるわこれ。地上に振る舞ってるラガタやおちゃらけてるように見えるジャックスの方がなんかヤバそうって感じはするよね。逆に臆病なガングルはまだ大丈夫そうな感じする。イカれたキャラとして描かれてきたけど、そりゃサイコさん、ポムに以上に別れを経験してきたんだからそうなるわな。妻がバグった時も手を差し伸べてるの辛い。それでも周りを大切に思って自我を保っているのなんて素敵か。やっぱクイニーはキンガーの奥さんだったにゃ。アメージングデジタルサーカス第1話で昆虫採集の話をしたかな。釣ってて軽い気候ムーブと思ったら妻を亡くした悲しみで発狂して、昆虫学が好きだった妻の美しい記憶の中をずっとさまよってるという新事実が発覚し、悲しみが狂気を生むというアドベンチャータイムの根幹に通ずるものがある。普段知り滅裂なことしか言わない、ちょっと頭のネジが100本飛んだ様子のおかしい美女よしおじさんが、特定の条件下で覚醒して主人公の面ブレしてる美しい幼女助けるシチュなんて全人類が好きでしょ。キンガーは生き切ってて逆に狂えなくなってて、ガングルとかポムには周りが大丈夫なら大丈夫ってなれるそうだけど、ラガタもジャックスもなんか引き金あればぶっ壊れそう。ノーマルルートがぬるすぎる。政治派をこもりするキンガーに悲しき過去。キンガーさよならかと思ってヒヤヒヤした。ある意味ではさよならだったけど、ケインのアイデンティティが揺らぐと世界も崩壊するの。マジふざけんなよ。ケインって好き勝手に振る舞うゲームマスターかと思ってたら、ゲームエディットの力を持ってしまったキャラが自分を保つために狂気に浸っているのが透けて見え出して、ケインが限界を迎えたらあの世界どうなってしまうんだ。ショットガンの扱いが普通にかっこよかったんだが、キンガーがやたらと銃の扱いうまかったのなんでだろう。ポムニが4年コンピュータ科学を学んだだろって言われてるのどういうことなんだ。前回の床すり抜けバグでデバッグルームに落ちた時も状況把握できてたし、このサーカス世界の構造に携わってたのかな。まあ全員このクソゲーの開発スタッフっぽいし。君は何年頑張って勉強してたから的な話してたから、ポムニのこと知ってる人みたいね。君がいるのは、まあ運技術的にはそうじゃないってセリフどういう意味だろう。このデジタルサーカスは苦しめるために設計されたものじゃないって意味。テクノロジーを技術的って訳しちゃった語訳だね。4年コンピュータ科学のところは原文だと7 years of computer science for this。 正確に全文引用すると man 7 years computer science for this。 ふん、だからキンガーが自問してるね。息を止めると光るってギャグっぽく出た要素がシリアスな場面でいいシーンとして回収されるとうまいなって感心してしまう。発光キンガーの演出良かった。そんな過去だと逆に暗闇が嫌そうな気がするんだけど、妻がバグってもいい人だったから正気に戻れるのかな。キンガーいいね。奥さんも来てたのかこのサーカスに。おかしくなってないキンガー、こんなに頼れるのかよ。1話のラガタがポムに2個室を案内するシーンで、キンガーにそっくりだけどまつげのあるキャラが貼ってある扉があるのよね。1話で嫁さんの伏線あるし、2話で暗い場所だと正気に戻る伏線もある。最後ラガタとやっと通じ合ったね的な感じじゃないのが気になる。本編中に誰かバグったされるだろうけど、誰だろう、ジャックスが危ない気がする。まともなキンガーがあまりにも嫌し、冒険はもういいよ。管理AIのケインまで狂い始めているのが発覚してしまった。まさかみんなケインに付き合って冒険してんのか。
奥さんとのお別れ回想がいろんな意味で美しかった。序盤にジョークとして出した息止めると光るってネタを最後には扱うのめちゃ綺麗な構成で感動した。キンガーが光ると声面は綺麗だったけど、これ自分の光でまた頭おかしくなるんじゃねって安心して見れなかった。出口が欲しいって希望にできる限り答えようとしたり、冒険をズーブルにも楽しんでもらえるようチューンしたり、ケインも善意でやってるんだけどね。団員みんなが心から欲してるのは自分では想像もしえないし存在すら信じられない外の世界へ変える方法だから。面と向かって冒険やって言うとくるって記憶なくすからそりゃ相手せずさっさとずらかるわ。管理者権限つけられてるだけのプレイヤーの一人に思えた。冒険の意味がみんなの精神の維持じゃなくてケインの活動の維持に必要なことに変わったの、怖すぎる。奥さんもプログラマーだったのかな。奥さんは企画担当なんじゃない。ハードモード用意するのはいいけどさ、弾丸2つで頭と胴体仕留めろって難易度がおかしいだろ。キンガーが大人すぎる。人格者じゃないかキンガー。プログラミングの知見があるキンガーが鍵なのでは、狂っちゃったけど。どこまで行っても出口のない世界で摩耗してくだけなんだろうな。でも大丈夫、メンバーは随時補充される。3話見たけど面白いな。アニメ作るのうまいな。キンガー夢女子が大量発生してしまう。キンガー夢女子が大量発生してしまった。いつにも増して音楽がいい。こんな真面目な話も作れるんだな。なんてこと言うんだ。アメージングサーカスは最初から常に年中無休真面目に作られているじゃないか。いや、だいぶ下手くそだが。今回はホラーゲームがテーマだったけど、1話も2話も普通に怖いことやってましたよね。ポム逆にも慣れてきた感じがするな。まっとうにいい話で困惑した。面白くもあったからまあいいか。ある意味でポム2がまた一つお別れを経験した話ではあった。キンガーの砦って完全に覆われた感じになってるから、あの中は暗くて落ち着くんだろうな。ああ、この世界は不完全すぎるの。低年齢向け版か。低年齢向けだから F ワードとか S ワードとか禁止です。キンガーの光り方が想像以上にいい光り方だった。マジ暗闇を照らす光。ラガタが本心では何考えてるのかわからなくなってきた。まっとうに恐怖デザインでよかったよね今回。キンガーの暗いところだと頭おかしくならない理由があまりにも重たかった。話作るのうまくて感心する。なんか急にイケメンになったな光る人。光るフラグの回収方法好き。ケインは自分が作ったものがみんなを苦しめてるのを自覚してたんだな。いつか地下室送りになった人たちも救われるといいな。ジャックス縛っておくとスムーズに話が進みすぎる。綺麗だよハニーのシーンがすごく良かった。階層で相対するところも美しい。目の前で没収とされたんだろうな。バグ化した妻撫でるシーンが悲しい。ラガタ優しいだけじゃないのか。にしては表情がなんか複雑なんだよね。優しい子ってのは間違いないんだろうけど、昆虫採集やる理由が悲しすぎるだろ。ケインが本当にうざすぎてもう勘弁してくれってなったところで、あの自我の崩壊見せられると聞くな。ケインも割とあっさり事故を喪失しそうなのが嫌すぎる。最後の方のカウンセリングが逆になってるとこでダメだった。ケインも思うところがあって希望力とか言ってるんだろうけどな。怒りに任せてケイン攻めてバグらせると気軽に世界ごとバグるっぽいの嫌すぎる。毎回毎回みんなが楽しんでくれるような企画を考えてるけど全然受けてないし、不参加決め込むメンバーもいるならケイン側もやむよな。見てくれこのクールな方のよ。女が好きそうなイケオジやってるわ。イカれてる人が不意に見せたまとも才よね。いやこのアニメそんなのばっかりか。ケインがみんなを引っかき回してるのかと思ったら、あいつもただ役割を与えられてるだけなのかよ。バグると黒い化け物になる上に、触られた人もバグる処理できるのはケインだけ。みんなはローポリ教育ゲームに閉じ込められてるけど、ケインもケインであの世界しか知らずアドベンチャー作るだけが存在意義なんだよな。気分はどうだキンガーのところ英語字幕見たらハウズヨアワイフキンガーって言ってる。超ビッグなお知らせ。アメージングサーカス週刊コロコロコミック月刊コロコロ一番で連載決定。2024年10月21日発売のコロコロ一番12月号より連載開始。同時に週刊コロコロコミックにて毎月連載。今度はコミックで一緒に冒険に出かけよう。お楽しみに。あの虚無よりのノリをコロコロで。コロコロ？まだアニメは2話しかできてないのにコミカライズ？考えてみてほしい。コロコロなんか昔からゲームやアニメが始まる前からコミカライズやってたことを。せいぜい読み切りだろ。こんなん連載したら原作のボリュームを超えてメインコンテンツになっちゃうぞ。アニメをそのままコミカライズするのか、コロコロ用にギャグ方面に振り切るのか、どちらなんだろう？見たまえ穴久保ポケモンを執筆時は数少ない情報だけで描いてたんだ。メディアミックスは当然だろ。完全コミカライズ、原作は数に。キャラと世界観だけ持ち出したら、あとはデデデデプププな感じにしちゃえばいいよ。
ポム思考少年たちにも普及させる。スーパーマリオくんだって9割オリジナルで原作に約輸入されるくらいの長寿漫画だし、いけるいける。デジタルサーカスグッズが欲しくなったキッズが親に海外サイトのやつ買ってて困らせる案件が発生しちまう。アマゾンのポムニ層が止まらん。デブチなんてねえよ、うるせえよ、黙れよ、デブチなんかねえよ。5390というクソみたいなクオリティでクソみたいな値段。なんで首だけかふもみたいなんだよ。いつか公式に取り上げられてネタにされてそう。とりあえず皆がひどい目に遭う日常ものとかになるのかな。本編だわこれ。ええ、まあ見た目だけなら教育番組だしいけるだろ。プライズになったりガチャでラバーキーホルダー出たりしてるし、キッズ人気もそこそこあるんじゃね。こないだ信号待ちしてたら小学校高学年くらいの男の子が、あのなぁ、アメージングデジタルサーカスがなぁってお父さんに言ってたから、多分子供も見てるんだと思う。ソニックの新連載の影響でコロコロが海外でバカみたいに売れてるから、こっちも認知されれば海外人気でそう。海外カービィ好きも増えたからな。なんか脳を焼いたファンはコロコロの方も読んでる人いるっぽいし。原作監修入ってるのかな。公式設定が漫画初で出るなら結構大きいんじゃ。ポムニの側の良さが損なわれてないのまず大したもんだな。おっと、ここはコロコロだからうんこちんちん以上の下品ワードは言えないぞ。県外いそうなやつやめろ。マシュマロにてリクエストありがとうございました。